期チャンネル。ジョン。こんにちは。さあということで、はい、今期の最終順位予想発表。ね、まあ、オープン戦も昨日終わりまして、はい、今日が25日、はい、ね、月曜日オープン戦終わった後、開幕まであと4日5日、はい、ということで最終順位予想です、はい、ね、世の中の人もう完全に俺に踊らされてるな。そうなんですか。俺あの、はい、どの媒体もそこはもうテレビとかラジオとかでも全部言ってるんだけど、はい、どの媒体の順位予想も、うん、多分まあ知らない人もいるかもわかんないけど、はい、この里崎チャンネル見てる人は知ってると思うけど、うん、正月の順位予想全部使ってんだ。あ、そうですね、うんうん、で俺は言ってて、これ変えますからねっつって、うん、でも世の中の人は俺がキャンプとかオープン戦とか取材したやつを入れてない正月の順位予想が最終やぐらいで、うん、もう息巻いてんねん、はい、キーってなってる。もう完全俺に踊らされてるよ、はい、今日が最終なのにね、はい、それまでのパ・リーグだったら、はい、なんでソフトバンクがここいないんだみたいな、うん、そんなわけないでしょお前見てないんかとか、はい、もう完全踊らされてるんで、はい、だから俺、うん、新しい策考えてる、はい、来年、うん、全媒体、はい、全チームが1位になる順位予想をわざとしたのかと思って。ああ、そしたら検索したら、うん、そのチームが上位のやつ出てくるかもしれないし、全部全部、はい、だからあのもう全部わざと、うん、あんなの途中経過なんてどうでもいいんやから、はい、何でもいいや、うん、大げさ言ったら、うん、だからもう6個あったら、はい、全部6パターン6パターン巨人、阪神、中日、広島、ヤクルト、DeNA、はい、ロッテ、ソフトバンク、日本ハム、西武、楽天、うん、オリックスを、はい、全部、はい、1位になるように、はい、6個あればいいから、はい、6個ぐらいあるんだよ、うん、媒体順位予想させられるの、はい、だそれでわざとやったのかな来年、はい、全媒体違う順位みたいな。でも本当の意見は最後のこれですよっていう、うん、でもそれも面白くない。え、なんでなんですか。いや、なんとなくちょっとなんとなくって理由付け。でも、なんとなくですみたいな。まあ、でもワンチャンあるって言っとけばね、うんうん、で、いや今日取材してこれ、はい、今日取材してじゃあ楽天1位で、はい、じゃあ2位オリックスぐらいにしとこうか、3位がじゃあもうソフトバンク最下位でいこうか、はい、今日は、はい、いや明日のやつは、うん、いやソフトバンク1位で全然違う全然違う。面白くない。うん、まあでも本当の意見は最後だよっていうのを言っとけば、うんうん、で全チーム1位にして、はい、そして喜ぶねやろ、まあ、全球団、うん、それこそ踊らされてますけどね、うん、俺来年それやるかなと思ってね、うん、逆パターンで、はい、全球団1位、うん、でも今日は最後、はい、オープン戦も全部見た、はい、まずは今日セ・リーグ編のセ・リーグからいきますか、うん、最終順位予想です、はい、ね、はい、いいよもう決まったみんな。だから俺は正月ね、はい、正月は確か巨人、阪神、うん、でヤクルトで中日、DeNA、広島だったと思う、はい、私なんだっけ知らねえよそんな人たち。私阪神、巨人、中日、広島、ヤクルト、横浜か、はいはいはい、はい、先生で僕は阪神、中日、DeNA、巨人、広島、ヤクルトです。おー、はい、だったね、はい、じゃ今日、はい、最終発表で、うん、じゃあ最下位からいく。いやもう昨日本当に頭悩ませすぎて。悩む？悩みました。いやだって分かんないんだもん。え、別にいいやん、どうせ袴川さんの順位予想何にしたって文句言われないよ。え、結構言われるんですよ、これが。そうなの。それはあの楽天だけごひいきにしてるから文句言われるだけで。いや、違う、あの最下位にしたチームのファンの方からやっぱ結構言われるんですよ。言っとったらいいやん、お前のチーム弱く見えんだぞ、ちょっと言っとったらいいやん。いやいやいや、弱く見えんだ、ちょっと。まあでもそれ結構当たってるんですけどね。あの弱く見えるってことですか。あ、違う違う違う、違う、違います、あの予想してそんなことないとか、あ、佐藤さんもよく言うじゃないですか、うん、すごいこの女このチームのこと嫌いだなみたいな、うんうん、嫌いなチームあるの。嫌い、どこ、ないです、ないです。どこ嫌いって言われてるの。え、私嫌いは何もないですよ。じゃだからよファンからどこが袴川さんここのチーム嫌いやなって言われてるチームあるの。日本ハムとあの西武からすごい言われます。それは、うん、あの、はいはい、楽天を贔屓しすぎるから、うん、多分言われんだよ。いやいや、そんなことだって、あの楽天も最下位とか言っときゃ、はい、多分言われないと思うんで。あ、まあそうですね、うん、だからそれが、はい、だから言われんだ
まああの引きしてますか。俺なんてお前去年ホークス1位って言ってんのに、はい、今年5位っていうだけであいつはホークス3地やとか言ってんだけど、去年俺1位予想してますけどみたいな忘れたんかみたいな一部のやつね一部の、うんはあ、すごい言うからね、はあ、ホッとする言うからすごい詐欺発言してるって言われるんですけど、うん、そんな発言したことない順位予想いやいやもう6位って言ってる時点で詐欺発言だからあそういうこと、うんそういうことですか、うん、なんであのチームの楽天が上位でここなんやみたいなっていうことなんじゃないの、うん、そこのチームのワンからすればまあそっか、うんうん、まあでもしょうがないじゃん楽天ファンだしっていうね、はい、いやだから仕方ないよ、うん、ファンを公言するとアンチになるのは仕方ない、はい、そうですね、うん、それは仕方ない俺なんてどこもファンじゃないって言ってるのにアンチが出るアンチって言われるんだからでも逆にファンって言ってるからそれは楽天以外の5球団からアンチって言われてもそれは仕方ないじゃん。まあそうですね、うん、逆に言うと、まあ、だから何言われようがいいか、まあ、別にそれは俺は知らない俺は袴田さんがどうなると俺の知ったことじゃないからそれは何言われようともそれはもう自分の覚悟だから、まあ、だってファンの皆さんが好きな球団あるように私もまあまあ応援してる球団はあるんでね、うんはい、だから仕方ないそれはアンチって言われると、うんうん、いいや言われてもいいや、はい、オッケーさあということで、はい、最下位ね、はい、最下位からはいセリーグね今日セリーグは私あの全て超平等に見てますからね、はい、いやそんなわざわざ言わなくてもいいんだよあそうですね行くよ、はい、再開せーのヤクルト中日お中日俺ヤクルト俺広島おーあれ全部違う俺は正月は A クラス3位予想だったんだけど、うん、いやもう怪我人多すぎやろやっぱり、ね、一番多いですからね、うんうん、でまあ田口とかね帰ってきたって言ってもまた塩見もね、うん、なってるしあと中村雄平がちょっと変わんしあれまたふくらはぎとかの肉離れだったら、うん、多分1ヶ月ぐらいまた無理になるからな、うん、でそう考えると怪我人多いのとやっぱ結局村上におんぶに抱っこやろ、うん、その村上崩れた終わりっていうのとやっぱ投手陣がもうサイスリード頼りやもんなサイスリードね、うん、もう外国人頼み感あるし後ろも田口がもし回らなかったらどうすんやもあるから、うんこれはもうちょっと今の現状でいうとも厳しいんちゃうかっていうところで俺は6位はい中日私は中日ですオープン戦1位よいやそうですよああいやそうですよ、うん、でもオープン戦最下位でも優勝するし1位でも最下位にはなるのでまだそれはオープン戦まだ分からないってところで、うんうんうん、いや中日投手陣の皆さんはもう素晴らしいっていうのは本当に分かってます、うん、でバッターででも言うとその増えたの、まあ、補強したのってこう中田翔選手、うん、中田翔選手のもちろんホームランとかも20本ぐらい増えるかもしれないんですけど、うん、ただそこでどのぐらいなんか変わってくるのかなっていうところで、まあ、なんか上から並べたら6位になっちゃったって感じですもうお前ら3年連続最下位やってことでしょでも本当こう二遊間とかも誰が使われるのかなっていうのがやっぱり蓋を開けてみないと分かんないっていうところもあってそこが固定されるのかなとかやっぱそこがはまらないとこううまく打線も回ってこないんじゃないかなっていうところもあって、うん、もう3年連続最下位やってるってことだもんね、うん、事実上はねもう佐藤さんがそういうふうに煽るからファンがまたわーってなるんですよ私ねこの戦略だと思う佐藤さんが煽るからすごいなんかけなしてるように見えてるんだと思ういつも名古屋はすごいですよねでも浜田さん最下位だっていうのそれは仕方ない、まあ、でもあくまで予想なんで CBC 的にはCBC で仕事したことないだからあの愛知県通過禁止したから、ね、今愛知県出入り禁止になってるからあ本当ですか、うん、なかなか名古屋行くことないからね外先でいやでもだって大阪行かれへんで、ね、新幹線乗られへんから行っちゃいけないんですかそう通行禁止だから愛知通行ですか、うん、まあまあまあ大阪まあじゃあピョンって飛び越えてちょっと沖縄とか行きます九州とかだから飛行機で大阪行くしかないね、はい、先生ヤクルト広島です、うん、おーはいいやまあ、シャイナーとレイノルズって外国人なのみたいなことですよ、うん、それでどうなるっていうのと、うん、結局オープン戦見て僕がそう思ったのは、うん、え小園だけやんって思っちゃったんですよ田村は、うん、田村も僕はもう今年ブレイク候補、うん、やっぱり、うん、プロのバッテリーは抑えに来るんじゃないかと思って、うん、ガチでね、うん、だからもし田村君が無理だった場合それ2位やでいやけど僕はどこまでやるんやろなっていう最下位ちょっとそう思いました、うん、決まらないんでね結局シャイナーどこに使うんで、うん、去年のマグレやったことやなじゃあまあね勝ったら秋山君がね、うん、出遅れるんで、うん、でも開幕間に合うやろって言ってたよお前に合うんですかこまあ ね、うん、メディア上では、うん、やってくれたらいいんですけどね、うん、っていうところですねはい、はい、じゃあ続いて、はい、5位、はい、いくよ、うん、
せーの、広島。ヤクルトヤクルトです。はい、まあ、佐藤さんおっしゃってたようにっていう、なんかその、まあ、怪我人もいたりとか、うん、でもまあ打線は、まあ、塩見選手戻ってきたりとかしたら、うん、こう村上選手も去年見たよりは、去年よりはやっぱり成績いいと思うので、うん、こう打線とかはまあまあある程度いいのかなとも思うんですけど、うん、やっぱ先発陣がこうちょっとこう不安定というか、6枚こうだ回るかなっていう心配があるので、やっぱそこで5位にしました。うん、でもまあ中日よりは強いからね、強いところでもね。まあ、ちょっとこう打線がやっぱりこうやっぱ点を取らないと勝てないっていうところはあるので、そこでヤクルト5位にしました。先生もヤクルトは、はい、僕は打者はすごいいいと思うんですよ、うん、でまあ、西川遥輝選手もね、入って活躍してるし、うん、それね、オープン戦でもね、うん、でまあ、山田君も一番とかにしてやっぱりやると思うんですけど、うん、やっぱり言われてるように投手陣、うん、やっぱりもうヤクルト飲んでる割にはリハビリ組が多い、うん、もうどんだけウォーキング部が多いんやっぱり、あれちゃう、ヤクルト戦やっぱり売り出してるからないんちゃう、腸内環境だけなんかもしれないですね、外見はちょっと弱いかもしれないだからまあそういうところで、うん、やっぱりこんだけ枚数がいないで、3番、うん、ローテの3枚目にね、新加入のヤフーレを持ってくるって言ってますけど、うん、それどうちょっと本当にこのままいけるんかなっていう心配なんですだから、うん、あと高橋刑事は何してるのかなっていう、うん、まあ、ちょっと気になる、捜査行ってっちゃう、刑事だから刑事小川投手もちょっと出遅れてるし、ね、そうなんですよ、うん、だからあまりにも怪我が多いっていうか、どうしたんやろって、まあ、あの水量が枯渇してんちゃう、小川やからもう水量、水量がやっぱ小川やから小川ね、あ水量が、うん、水量がちょっと枯渇してんちゃう、潤いが足りんのちゃう、潤い足りてないのかな、ちょっと心配ですよね、うん、はい、でも村上は今年やってくれると思うんです、うん、私も村上選手はもうバッと長くしたらしいんで、うん、あ、そうなんだ、はい、うん、でも5位なんでしょ、5位、俺はもう本当は広島が最下位かなと思ったんだけど、うん、筒香説が最近ちょっと巷でちょっとネット界隈で噂になってるから、はい、どうなるか分かんないよ、うん、どうなるか分かんないけども、うん、万が一来たら5位もあるなっていうところで、うんうん、まあ、5位だけどね、まあやっぱりもう、こう5位6位をどっちにするかだけで迷っただけだから、うん、俺は、ね、うん、はい、去年は頑張ったけど、うん、やっぱ菊池秋山の高年齢化で多分1年もたへんだろうっていうところと、未知数多いね、うん、正直やっぱあと大瀬良も頑張んなきゃいけないし、うん、ちょっと名前だけでは勝てないよっていう、うん、名前見てたらねいいんだけどね、うん、ちょっと名前だけでは勝てませんよっていうところでは、まあ、5位やろっていう、はい、でもジャンプアップしてから1個、うん、あの正月よりそうそうか、うん、ヤクルト3位からダウンしてるからね、確かに、俺の中で、うん、確かにね、はい、じゃあ続いて4位、はい、4位いいですか、はい、せーの、中日横浜、はい、え、浜さん、私広島です、俺はもう中日やで、うん、4位、広島ヤクルトよりは強そうっていうそこですか、うん、やっぱその兼ね合いだから、うん、どこがいいとか悪いとかより、うん、相対性の話だから、うんうんうん、広島ヤクルトよりは強そうかなっていうね、うん、でもちょっと中田翔最近オープン戦出へんかったしな、手首があってやっぱ言ってましたね、ね、うん、結局は分かんないとか、でも俺はねポジティブ要素を、はい、あ、これいいんちゃうかと思ったのが、うん、サードを高橋周平で行くって言って、お、あ、これはプラスやなっていうね、うん、やっぱ結果出したやつを使うっていうのは、はい、使った方がいいじゃんね、うん、そこ石川も特別扱いしませんよっていうところでは、うん、この判断は結果どうなのか分かんないけど、分かんないけども良かったなっていうところもあるしね、うん、最後ディカーソンのサヨナラ犠牲フライ打ってたよ、ね、うん、逆転してそこ同点、中地のセンター前に追いついてね、うん、サヨナラですからね、うん、はい、で去年代打も代打成績も悪かったしな、うん、いなかったし、そこに中地とか来たら、うん、まあ代打で頑張れるやんな、結構打つんすよね、うん、代打で、うん、だからまあそこでヤクルトと広島よりは強そうっていう、4位、4位、うん、カープ4位、はい、カープ4位です、うん、私いつもなんかカープ去年おととし最下位最下位にしてたんですけど、うん、2位だったじゃないですか、うん、なんかこうこう見て下に見ちゃってたわけですよ、うん、あ、こうなんか最下位なのかなとか、うん、それで2位じゃないですか、うん、で抜けたのがやっぱ西川、あ、うん、龍馬選手、うんうん、で2位から抜けた分4位、うん、で下の2球団よりはなんだかんだこう投打のバランス的に、まあ、先発も人がいるし、打線も西川選手抜けたところも、まあ、今田村選手とかブレイクしてきてるしっていうところで、まあ、バランス的にこう噛み合って4位ぐらいじゃないかなっていうところで演じしました。俺は回、ヤクルト広島中日なんだけど、広島が一番投打どっちも悪いよな売りがないっていう。でも去年も実はそうだったじゃないですか、
防御率とかは中日とかの方がいいし、でもなんか極めていい数字が別に両方ともないけどバランスで2位だったと思うんですよ、去年のそのデータで言うと。ロッテで、ロッテみたいなもんだ。あ、そうそう、ロッテと広島がそうだったじゃないですか、うんうんうん、だからそんな感じでバランス保ってガッて下には落ちず4ぐらいなんじゃないかなっていうところで私は4です。先生は、うん、いや横浜、横浜ですね、うん、俺去年までずっと期待してたんですけど、もうやめたん、期待、期待はやめるというか、まあ、今年はね、もう渡来君と石上君とね、うん、あと松尾塩君とか新しいメンバーが出てくる年かなと、うん、でまあ、小園君がようやく投げれるということで、うん、先発ローテも入ってくるんじゃないかと言われてる、うん、でまあ、今永投手とバウアーがどうだこうだっていうの皆さん言われると思うんですけど、そこの代わりって多分チャレンジゾーンでいろいろこう回っていく、若い子が回っていく、うん、でさらに今年徳山君っていうのがね、うん、徳山相馬投手、はい、伊豆口投手と同級生、大阪谷の同級生で、うん、この中継ぎに入ってきたと、うん、チャレンジゾーンが多すぎて、うん、これどうなるんやろっていうところで、うん、ちょっと不安なんですよ、うん、なので僕は下げました、うん、はい、はい、じゃあ3位、はい、せーの、 DeNA。 俺はもう DeNA、 私も DeNA です、はい、まあ、でも、うん、俺は B クラスね、俺は正月5位ぐらいだったけど、うん、そうやっぱり筒子じゃないわ、あのバウアー、茨城がいなくなったっちゅう、はい、うん、でもジャクソン、K が、うん、そこそこ埋めちゃったりするんちゃうかっていう、うん、ところでワンチャン2位もあるんちゃうかと思うね、これ、うん、であとはもう元気なヤングボーイと、あと最終年のオースティンがどこまで頑張るかっていう、ね、うん、ところはあるけども、先発の懸念はジャクソンと K でいける、何気にいけるんちゃうかっていうところはだから3位、うん、でもさすがにジャンプアッパーでは底上げすぎかっていう、打線はいいですからね、うん、もうほっとってもしますからね、うん、そう、私も、まあ、2枚抜けるといえど、そのオープン戦とかも結構バッター一人一人打率残して結構元気なので、渡来選手もね首位打者取りましたし、そういうところですごい打ち勝つ野球するんじゃないかなと思って、うん、でも上から並べた時に結構いいとこに行くんじゃないかなと思いつつも、上位にしたいチームがあったので3位です。ん、先生は阪神、阪神です。おお、優勝予想から、はい、行って正月の、はい、いやまあそんな甘くないかなと思って、まあ、オープン戦最下位やから、はい、うん、いやもう、いやオープン戦は関係ないわーって小原さんも言ってましたけど、うん、後半に来て阪神中日と 3試合の時に、ね、うん、勝てなかった時見た時に、うん、あれ大丈夫なのかなと思ったんですよ、うんうん、もう不安しかないですよ、僕阪神に対しては、うん、本当にこんなにいけるんかって、もう本当に、うん、でピッチャーもいいって言われながら、うん、じゃあ中継ぎが果たして誰が入ってくるんや、うん、で今だってこう門別を中に待機させるんだなってなってるし、うん、あ、今ちょっと歯車が震いかけてるんかなっていう心配があるんですよ、うん、で野手陣も、まあ、近本さんは大丈夫だと思うんですけど、うん、他がそこまで当たってきてない、うん、阪神大丈夫なのか、あと小畑君のことを心配してるんです、うん、オープン戦ですんごいエラーしたくさんしたから、うん、エラーめっちゃ多かったもんな、チーム数そうなんですよ、まあ、もともと多いけどね、うん、だから別にびっくりするようなことじゃないよ、うん、なので代わりがいない状況で阪神が1年間フルで戦っていかなあかんってなったら、ちょっと疲労っていう部分でしんどくなってくるのかなっていう心配してます、うん、あとファンの人らさ、なんかオープン戦関係ないっていうのにさ、オープン戦こんな順位やのになんでやらないっていう、どっちやねんっていう、どっちかにしろやっていう、関係ないんだったら関係ないで、1位だっても関係ないし、うん、最下位だっても関係ないし、うん、関係あるんだったら1位でも関係あるし最下位でも関係あるやん、うん、そういうのに1位だってこんなにやってんのにって言って、じゃあ阪神もう B クラス予想でいいんですかみたいな、うん、なるよんの、 そうですね、うん、そこは統一してほしいよな、うん、ダブルステンドードやめてほしいよね、うん、え、ここまでは一緒なん、正月と、え、全然違います、うん、全然違います、うん、はい、じゃあ2位、はい、いくよ、はい、せーの、阪神、中日、中日、そんな勝つん、いや僕はもう正月から変わってないです、そう、うん、そんな勝つん、今年は強い、忖度やろね、片岡さん言ってるから、もう忖度やろ、全く忖度、中日結構名古屋に移住しようと、うん、まあ、中日に候補かなんかで入り込もうとしてんちゃう、いやドラゴンズの YouTube を盛り上げようと思って、やりおると思ってます、ピッチャーこんなにいいのに、うん、どんだけいんねんみたいな、うん、ね、高橋のと調子悪かった、いや、高橋のところも一回下でね、うん、ゆっくりしたいんですよ、まあ、そうも他いますから、うん、涌井さんもいいし、うん、ね、梅津君もおるし、うん、で、小笠原君もいるし、うん、柳田君ってどんだけピッチャーが揃ってるの、でもそんなに揃ってて、去年4人10敗してんねんで、うん、そんなに揃ってんの、そこの部分を新加入選手が補ったんですよ、今年は補うんですよ、誰、
いやそれから中地選手が入ったりとか山本選手、阪神からね、連れられてきた出るん試合いや、いるんですよ、それがで問題は2つだけあるんです、僕は、これは声を大にして言いたい、バッテリーミスなんですよ、この前先日メットライブでランナー1塁でパスボールして3塁まで行かれてたんですよ、元山ヒーロー君に、そこだけ頼みたいっていう何がそこはほんと頼みますってでもやっぱり去年こうあれだけ本当にピッチャーがいいピッチャーがいても点取れないとやっぱ野球って勝てないなっていうのをすごい思い知ったシーズンだったから得点力がでも今年上がるってことだもんね絶対上がる上がる上がると信じてるっす応援枠もしかしていや違いますよ絶対上がるちょっと応援枠入ってるよな完全今のねあるんですよね信じてるとかねなんか願望願望高いやんなその辺は中田選手が入ったことによって全部そのやっぱり勝つということを教えてるんですよ選手たちに最近あれちゃうなんかスパかなんかわからんけど取材を受けててさあそうなんかちょっと取材されてたなんか守り入ってんじゃんいや川田さん日本があるって言ってますよねいいえ忖度やろ完全に全く忖度応援やろ優勝まではいけんけど2位応援みたいないや僕正月から変わってないですでだから正月から応援やろだっていいえでもいいんだよあの応援してるんだったら応援するって言っていいと思うんで私は、うん、応援な応援するんだったら DNA ですよあそうなのはいいやでも中日もな、はい、片岡さん言ってるからそんな DNA なんですけどあのこれやっぱり、ね、3年目やから最下位じゃ、うん、でもオープン戦優勝っすよ一番強いんですよオープン戦どっちオープン戦は意味あの意味ないんどっち僕は意味あると思ってますでも阪神 A クラスにしてるやんな、はい本日だから1から3位に下げる。いやだからもっとやろな。最下位。最下位。最下位。下が弱い。最下位やで。そう弱いチーム今オープン戦負けてるから。ダブルサンダードやんな。いいね。3位です。完全に。まあね予想ですからね。はい、いやまあまあ僕は。中村さん横浜。私巨人です。巨人。2位巨人。はい。いやもう巨人か阪神かどっちかのどうしようかなって悩んだところで、まあ1位をそっちにしたので巨人になったんですけど、でも今年は。なんかこうメンバーがすごく揃ってきてるな感がすごくあって坂本選手がサードに行くことによってこうねバランスもまた取れるし坂本選手もまあ怪我なく1年できる可能性も高くなるしあとピッチャー陣もなんか昔は先発がとかねリリーフがあったんだってましたけどいい感じにメンバー揃ってきて今回は総合力で上にグッといくんじゃないかなということで行っても2位までってことだねいやそうどっちか迷ってでも分かんないけど2位まあ俺は阪神は、はいまあ、層の誰かが隠れも去年も近本いなくなった瞬間に一瞬2位に落ちたりもしたから、まあ、全部が全部うまくいかなきゃいけないからね、はい、っていうところでは、まあ、俺はもう優勝はもう巨人なんだけど、はい、予想がね、そっちと比べたら、まあ、ワンチャンで本命は阪神だけどワンチャン巨人の方があるんちゃうかっていうところで、別に俺はオープン戦なんてどうでもいいやんと思ってるから、あれだけども、まあ、怪我なく戦わないといけないからね、そういったところでは、まあ、どこまでできるんだろうっていうところで、はいまあ、そもそも連覇も難しいのと、あとは語り手、はい、あのミツさんの番組で言ったけども、もう今年のプロ野球界に臨むことは、阪神とオリックスが日本シリーズで戦わないことっていう解説者がね偏っちゃうっていう東京が静かになるっていう、ねはいところもあるから、はい、言ってるんだけども、うん、で俺はもう優勝巨人なんだよ、はいまあ、巨人は、まあ大勢だけが心配だったの、俺だから大勢が開幕絶望でちょっと長期離脱だったら、ちょっと優勝予想する根拠なくなるなと思ってやめようかなと思ってたら、まあまあいけそうだから、はい、だって大勢、ね、中川、あとケラーか西舘か、まあ、ババもちょっと打ち込まれてたけど、ねはい、スリーラン打たれてこいって新之助に言われてたけども、で、まあ、先発もね戸郷山崎織の日本伊達と、で外国人2人、菅野が6番目だからね、まあ、そういったところで怪我なく、だからもう大勢と坂本が怪我なく回れたら、ワンチャン面白いんちゃうかっていうね、はい、中間さん阪神でしょ私は阪神です、阪神、まあ、去年の優勝メンバーから特にその抜けた人とかもいないじゃないですか、ってなるとやっぱり総合力も、まあ、あるし、そもそもその中でこの門別投手とか若い力っていうのもこう出てきてて、なんかこう弱くなる要素があんまり見えないなっていうところで、キャンプも行きましたけど、そのドラフト1位ルーキーをもう全然ゆっくり育てようぐらいのなんかすごい余裕感を感じて、まあ、今年ももう間違いなく強いんじゃないかなというところでも1位です。はい、先生は優勝巨人です。はい、いや今年強くないですか。強そう。はい、でやっぱり松原君とかね、佐々木君とかルーキーの若い子たち、佐々木、水口ね、水口だって下手したら
吉川はもう開幕スタメンじゃないかもわかんないでしょ。かもしれないです ね、うん、だから去年のドラフトのやり方が全部成功してるよ、ね、だからやっぱり水野さんがスカウトすごいですね。徳島だからねやっぱりでこのチャンネル結構見てくれてるんですよね。そうそう、やっぱりあの阿波の金太郎だから伊達じゃない、伊達じゃないから伊達じゃない、うん、徳島県民は、はい、だから門脇さんもよくできないじゃないですか、うん、水野さんがいたら、うん、考えたら詐欺なんですよ、うん、強くないですか、まあ、競争も激しくなるし、まあ、だからもうおどは試合出なくてもいいやろみたいなおどはいらんやろみたいな、はい、うん、正直ね、うん、阪神よりは強い、だから順調に強くなっちゃって1位です。だから坂本さんも元気に、だから坂本が元気でね、うん、っていうところが坂本大勢が本当鍵だと思う俺はね、うん、だから何がに高橋で、うん、先発ロード入ってきてますからね、うんうん、トレードがどれだけ良かったかっていうのを証明してほしいと、うん、いや本当来たメンバーたちがね、うん、ババとケイラーが頑張ってね巨人優勝とかだったら阪神と青春だからね、うんうん、そうですね、うんうん、まああるけど意外と強いですよ、うん、だこう揃ってるよね、うん、今すごく、うん、でも俺はバウアー8月から来る説があるんだよね、広島ですか、DeNA ですか、うんうん、なんか前も言ってましたよね、うん、途中からバウアーが、うん、あのだから要はね、うん、去年までは2年の出場停止食らってたから、うん、どんなに頑張ってもメジャー行けなかったけど、うん、今年がそれ切れて、まあ、メジャー行けるわけじゃん、うん、だから今もあっちのリーグですぐでもメジャーに行けるように日本に来ないわけでしょ、すぐ行けるように、うん、昨日もなんかヤンキース出して抑えてたもんね、うん、でこのトレード期限あっちの登録ギリギリまで待ってそこでなかったら後半戦日本来るんちゃうかっていう、もうだってメジャー復帰がないわけだ、うん、で日本来てだからいきなり8月からバウアーが DeNA 入って、うん、そこからドキュンって巻く可能性も否めないんだよ、なくはないその可能性もそこまでは読み切れない、はい、うん、確かに、うん、でもそれも可能性込みで3位ですか、そう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 、はい、佐藤さんとでも AB 一緒ですね、うん、俺はだから巨人、阪神、DeNA、中日、広島、ヤクルト、はい、私は阪神、巨人、DeNA、広島、ヤクルト、中日です、うん、僕は巨人、中日、阪神、横浜、ヤクルト、広島です、うん、はい、応援枠があるから、はい、それがどうなるかだね、まあね、応援枠あっていいんですよ、うん、よかったよかった、はい、だからこの実力ですよ、え僕の応援の話違う、実力です、応援枠じゃなくて優勝なんで、でも最近解説者の方々も、うん、まあ、ここは元いたチームなんで忖度ですとか言うようになってません、結構それは、ね、言われるからもう自分で言ってんじゃん俺もうそれだったら順位予想する必要ないんちゃうかと思うね、はい、9回で、そうですか、ああ9回で、うん、うん、だって確かにもう応援してるんで1位ですとか、はい、出身チームなんで1位ですって言い出したら、うん、はい、もうそれする必要ある、まあまあまあで強く見えてるってことじゃないですか、え見えてなくても応援してるから1位とかにするじゃん、だってああまあまあ確かにで強く見えるとか見えてないとか、はい、もういらんくない、それだったらもう球界的に、いやまあそれでもまあ聞きたいんですよ、やっぱり聞きたい、聞きたい、俺もじゃあ、俺来年からあれにしようかな、はい、今年1年間、うん、仕事に行った回数が多い順で順位予想にしようかな、あまあそうしたら仕事来やすさらに来やすくなるかもしれない、だからあの来たら順位上にしますって、もうそう予想じゃない、はい、それでもいいじゃん予想じゃない、でも理由がしっかりついてれば予想って見えますよねそれにしますって、いや僕忖度で順位予想しますってあの去年、はい、あの仕事が多かった順番に並べてますって、はいはい、ってまあそれももしかしたらファンはどう思うか分かんないですけど、あまあ斬新な順位予想だなって、だから去年だったらセリーグでしょ、うん、はい、去年だったら一番少なかったのは阪神だね、うん、はい、まあ関西もね、うん、だから阪神、うん、だから一番多かったのが、うん、まあ、巨人だね、はい、だから巨人、うん、ヤクルト、うんうん、広島、うん、横浜、中日、阪神だね、おお、まあなかなか大阪にね、うん、うん、俺去年大阪だから日本放送で大阪行くから甲子園の、でもそれも多分1試合か2試合ぐらいだったと思うから、うん、そうなるね、じゃあ俺の順位予想今年巨人、ヤクルト、広島、横浜、中日、阪神、はい、俺お阪神最下位にするんだってありますよ、うん、あの仕事の量なんでやりてやんのかってなるんだけどそれでもいいんかな、あでもまあ理由なんでなんですか、いや僕忖度でも順位予想するんで、はい、去年の仕事が多い順ですそう言ったら仕事の方も呼びにくいかもしれないですよいやいいじゃん、ね、あのさ順位をどこで仕事一番してるのかなってあその順位になります、うん、はい、
ということで、はい、まあね、うん、答えは半年後なんでね、はい、まあ、皆さんの順位予想もコメント欄でお待ちしてます。はい。